どうもジャクロでございます。ウィルアプリ監督講座ボリューム4ということで、一応ね前回までがこんな感じで、やっております。で、本日の内容なんですけども、チームコンセプトの中の戦術タイプ、7項目14種類あるんですけども、こちらを解説していきたいなと思います。例えばですね、ポゼッションとはどんな動きですか、まあ、カウンターはどんな感じというふうにですね、プレイ動画でね、これ解説しようと思ったんですけど、まあ、正直ちょっと分かりづらかった。で、これはですね、監督の戦術タイプ以外にも、まあ、選手のプレイスタイルですとか、まあ、長所、プレイスキル、まあ、それによってですね、動き方が変わってしまい、まあ、監督本来の戦術の動きがね、分かりづらくなって、おります。もちろんね、全部ではないんですけども、そこでですね、今回は、まあ、スカッと画面と、まあ、矢印とか図形をね、使って解説していきたいと思います。で、なるべくね、初心者の方でも、まあ、一目でわかる解説をしようと思っております。まあ、中級者上級者の方にとっては物足りないかもしれないんですけども、まあ、これを見ればですね、おおよその動きが理解できて、監督を選ぶ際のね、参考にもなると思います。もちろんね、人によって感じ方は違いますので、あくまでも参考程度にお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずですね、攻撃タイプから見ていきましょう。攻撃タイプにはね、カウンターとポゼッションがございます。で、まずカウンターからですね。カウンターに関してはボールを奪ったら、前に仕掛けることを優先して、味方選手は、積極的に飛び出しますという内容になっております。でね、あの画像の通りね、あのもうシンプルにこの矢印の方向、これ見てもう一発で分かりますよね。とにかく前に進んでいきますよと。で、まあ、ポゼッションと何が違うかというと、まあ、攻撃のスピードが速くなりますよね。前にね、前進してくれるんで。で、裏を抜きやすくなりますよね。ということでね。そして、まあ、裏を抜きやすくなるということは、スルーパスが通しやすくなる。もうシンプルにそれですね。この画像の通りのイメージをしていただければいいかなと思っております。では次行きましょう。続いてポゼッションですね。スペースがあまりない場合、ボールキープを優先し、味方選手はボールを保持している選手のサポートに来ますという形ですね。で、画像を見ていくと、このサウールがね、ボールを持っていたとして、まあ、パスコースなくなりましたと、スペースなくなりましたというふうになった時に、この周りの選手たちが、まあ、近づいて、サポートに来ますよというふうなイメージですね。で、これはカウンターと比べるとですね、まあ、パスの連携が取りやすく、まあ、パスで崩すタイプの人におすすめなのかなという感じです。まあ、画像のイメージをしてもらえればね、全然いいかなと思います。で、続いてですね、ビルドアップ。はい、ビルドアップ、ロングパスとショートパスがございます。で、まずロングパスですね。まあ、一気に前線にボールを、蹴り込んで攻めていきますと。で、味方選手は長い縦パスが入りやすいよう相手選手を引きつけ、縦パスが入ったら2列目からサポートしますと。まあ、画像を見る通りですね、はい、ちょっと難しいんですけどね、ロングパスの、まあ、戦術説明って。まあ、前線の選手は、まあ、おとりになる動きだったり、縦パスが入りやすい位置に、まあ、動きますよと。で、中盤以降の選手っていうのは、2列目からサポートする動きと、まあ、前線にボールが渡ったら、まあサポートで、プラスおとりになる動き、そして中盤の選手を経由せずに前線に縦パスを通すこともあるため、状況によってはね、ディフェンスもディフェンダーも後ろからサポートする動きをするので、まあ、たとえディフェンスラインが低い監督でも、まあ、高い位置にね、いる場合がございます。ディフェンダーがですね。これはですね、ゴールキックの時はすごくわかりやすくて、まあ、ゴールキックの際にですね、ゴールキーパーの近くにね、人がまずいないんですよね。ディフェンダーまで結構前の方に上がっちゃってるんで、まあ、全員がですね、サポートに入る動きをしてるというふうに捉えていただければいいのかなという感じです。なんで画像で言うと、まあ、ケインにボールが渡ると、まあ、2列目、ビエラルとか、サウルとかイニエスタはサポートする動きに入りますよと。はい。で、例えばビエラとかに縦パスが入ったら、そのディフェンダーの人たちも、サポートにするような動きをしてきますよと。まあ、そういった感じですね。ね、分かりやすく言うと前進して、後ろからサポートするようなイメージで大丈夫かなと思います。では続いてショートパス、いきましょうか。自分から細かくパスをつないで、崩していくスタイルです。味方選手は一定の距離感を保ち、パスがつながりやすいようにしますよと。で、ショートパスに関しては中盤の選手を経由する形になるので、まあ、中盤の選手もしっかりビルドアップに参加して前線につなぐ役割も、ね、担っているんですね。はい。まあ、
画像で見る通りイニエスタがボールホルダーだったら周りのね、丸で囲った選手っていうのはある程度の距離感を保つという風な感じです。で、まあ、一定の距離ってあるんですけど、それはですね監督のサポート距離によって変動します。サポート距離が基準で一定の距離の長さが変わります。はい、まあ、サポート距離が長い監督だったらその一定の距離っていうのが結構長くなりますよね、という感じでね、認識していただければなと思います。続いてですね攻撃エリア、サイドと中央があります。まずねサイドから見ていきましょう。まあこれね、もう読まなくて分かる通り、まあサイドで連携する動きっていうことですね。でまあ画像の通りですよね。まあ分かりやすく言うと、まあ、中盤の選手で言うと、まあサウルが例えばね、もうボックスとボックスの選手なんですが、まあサイドに張る動きもね、見られるかなっていうぐらい。まあサイド攻め、これはねフォーメーションにも変わるんですけど、これ3トップなんでね、もちろんサイドに張る動きするんですけど、これが2トップで、まあ中央寄りのねフォーメーションに関しても、まあ4312とかね、まあサイドに張る動きも少し見せてくれますよっていうくらいです。はい、中央ですね、そのまま中央で連携する動きが多くなりますと。で画像を見ていくとですね、まあこの通りですね、まあ中央にやや寄ってくるイメージで OK かなと思います。では次行きましょう。ポジショニングですね、これはフォーメーション重視と流動的、がございます。まずね、流動的からね話した方がちょっと早いですね。流動的はですね、味方とポジションを入れ替えながら流動的に動きますと。まあ、画像を見るとですね、まずまあサウル選手から例えると、まあ、サウル選手が左側にまあ動いたとすると、まあ、例えばですけどマルディーニがその空いたスペースに入っていくとか、はい、まあ、例えばビエラがサウルが動いた位置に、まあ、入ってサポートに入る動きとか、そういう動きだけじゃないんですけど、縦横無尽にですね、味方とポジションを入れ替えるという風にイメージしていただければなと思います。で流動的のメリットがあるんですけど、メリットっていうのは、まあ、相手のマークを外したりするので、まあ、攪乱させることができる、まあ、そうすることによって相手も動くので新たなスペースが生まれるんですよね。でこれをうまく有効活用すれば、まあ、火力が出ますよっていうお話ですね。でデメリットっていうのは、まあ、流動的に動くので、まあ、選手の位置が把握しづらかったりですとか、まあ、選手がぶつかったりします。あとは、まあ、選手が縦横無尽に動くんで、パスミスが起こったりですとか、まあ、あとはですねボール奪われた時に結構ポジション崩してるんで、守備が脆くなりやすいんですよね。なので結構、まあ、扱いが難しいといったら難しいので、まあ、初心者向けではないのかなっていう感じです。でフォーメーション重視ですね。フォーメーション重視に関しては、まあ、自分のポジションを守り本来の位置からあまり離れずに動きますという感じなんですけど、まあ、これはまあ図いらないですよね。そのまんまです。で、まあ、位置関係を崩さないということなんで、まあ、メリットで言うと、まあ、位置が分かりやすいのでパスがしやすいですよね。はい、どこにいるか分かるので大体の感じでパスしても通っちゃうみたいな感じです。で守備の時もフォーメーションが崩れていないので、まあ、守備の体勢を整えるのが早いですよね。そして、まあ、選手のプレースタイルで結構動き変わってくるじゃないですか。でそれの動きを結構活かしやすいですよね。フォーメーション重視で監督の戦術としてはそんなに動かないので、まあ、選手のプレースタイルの動きっていうのをしっかり活かしやすい、戦術になっております。でデメリットはこれ人選によっては攻めづらいこともあります。なんでこの選手のプレースタイルをしっかり意識しないと、まあ、色が全くなくなってしまってね、攻めづらくなったりとか、することもございます。では続いて、守備タイプいきましょうか。まずフォアチェックから見ていきましょう。はい、でボールを奪われたら積極的にプレッシャーをかけ、できるだけ高い位置でボールを奪い返そうとしますと。で図を見ていくとですね、まあ、ボールサッカーボールの絵が、ボールホルダーだとしたら、まあ、そこでボールを奪われました。そうするとですね周りの選手が一気にね、ボールを奪いに行くような動きをします。でメリットは、高い位置でボールをダッシュしやすい、そしてカウンターがしやすい、で相手ディフェンダーの裏を抜きやすいという感じですね。まあ、これは連動してますね、この3つに関しては。デメリットに関しては、あ、ディフェンスラインの高さによっては、裏を取られやすいですよね、フォアチェックなんで。はい、下がる動きはしないのでディフェンスラインが高い監督であれば、まあ、その分前線で取れるんですけど、取れなかった時に結構裏を取られる場合があります。リトリートですね。
ボールを奪われた自陣に撤退し守備のブロックを作ることを優先しますと。はい、もうこれもね、図を見ていただければ一目瞭然なんですけど、まあ、サッカーボールの位置で、ボールを奪われましたと。はい、そうするとですね、矢印の方向にしっかり下がって、青い、ま、円でね囲まれたように守備のブロックを作りますよと。でメリットはもうシンプルですよね、まあ、守備がしやすくなって硬くなりますよと。でデメリットはですね、ボールダッシュがね低い位置になりがちです。まあ、みんな下がっちゃうんでね。で攻撃時に前線までやっぱり遠くなりますよね。しっかり下がって、まあ、低い位置で、取る確率が上がるんで、そうすると前線までの距離が遠くなると。でそうすると相手ディフェンダーもね自軍への戻りがやっぱ早くなりますよね。そうするとビルドアップに時間がかかりやすくなったりですとか、まあ、攻撃しづらい場面が出てきますよという感じです。では次追い込みエリアですね。追い込みエリアは中央とサイドがございまして、まず中央から縦パスを出させないように守備の網を張って中に追い込み、相手が横パスを出したところでボールを奪うことを狙いますと。で、まあ、これも図の通りなんですけど、はい、一応縦パスを出さないようにこの青い円でブロックをして、相手が横にパスを出したら、横パスをカットするような動きをします。まあこれは意識することっていうと、縦パスのスペースを空けないようにするっていうことですね。なのでこの青い円の、守備を意識して、守備をするということが大事かなと。はい、では次行きましょう。追い込みはサイド、これはねサイドに追い込むようにディフェンスをし、相手が縦パスを出したところで挟み込んで奪うことを狙いますということなんで、まあ、これも図の通りですよね。しっかり、中を守って、まあ、図のような感じで挟み込む、ような形がまあ理想なんですけど、まあ、これも意識することがあって、まあ、しっかり中に通さないように中を切る守備を心がけると。はい、そして、パスコースを限定させて、挟み撃ちを狙うということを意識していただければなと思います。なので挟み込むような動きをしてくるとイメージしていただければ、いいかなと思います。はい、続いてプレッシングですね。これがアグレッシブと、セーフティーがございます。プレッシング、アグレッシブ。ファーストディフェンダー、ボールを持っている相手選手に一番近く最初に守備を行う選手のこと。ボールを奪うことを狙って相手に積極的に当たりに行きますよと。でこれね、アグレッシブとセーフティー同時に画像を載せてるんですけど、はい、まず左側ですね、サウル選手を見ていただいて、ボール、相手のボールがサッカーボールだとしたら、サウル選手はボール奪われたらね、あのまず相手選手に一番近い選手がサウル選手だとすると、一番近いので、一番近いと仮定するとね、積極的に取りに行きますよと。でこれ気をつけてほしいのが、まあセーフティーにも言えることなんですけど、これ全員同時に発動するわけではありません。ボールに一番近い選手に発動する戦術なので、そこ気をつけてください。で、もちろんね、この戦術はですね、抜かれたらピンチになりやすいので、しっかり裏ケアを徹底することを意識してください。では続いてセーフティー行きましょう。セーフティーに関してはファーストディフェンダーは簡単に抜かれないよう相手に少し距離を取ってプレーを遅らせるという風な、書かれ方をしてますね。ではね、このスカット画面の右側ですね、まあ、イニエスタ選手がファーストディフェンダーだとすると、サッカーボールが相手だとすると、相手にまあ詰めるような動きではなくて、一定の距離を、取って相手に抜かれないような動きをしてくれます。でこれはですね、ボールダッシュに時間がかかる場合もございますが、このプレーを遅らせている間にですね、まあ、陣形を整えたりセンターバックのラインを下げたりすることを意識してください。まあ、ただそれだけで大丈夫です。はい。ということで、全7項目14種類の、戦術タイプの説明は終わりです。これはですね、もう本当に自分に合った監督を探す際に、まあ、シンプルにね、参考にしていただければなと思います。はい。これで監督講座は完結でございます。で、ボリューム1から4まで見ていただければ、ウィーリーアプリの監督について、理解が深まるかなと思います。はい。では、次回もウィニングイレブンアプリ2020で会いましょう。さよなら。